やっぱ100年以上こう梨を中心にしながら生産者が仲間というかね、お互いにこう勉強し合ったり努力したりして作ってきたっていうのがここの産地だと思うのね。だからそういう意味でやっぱここは梨に向いてたとこだと思う。今年はね、春先の5月の連休の時の低温がちょっと悪かったんです。それでね、品種によっては不作、梨始まって以来ぐらいの不作の品種もあるわね。で、その後こう干ばつでしょ。だから去年はね、ものすごく大きく伸びて、なんだろうっていうぐらい大きくなったの。それと比べると今年はやっぱ収量はかなり落ちる。カラスとクマとサルとね、ハクビシンと、最近はね、イノシシまで出てきて、まあこの辺じゃない、もうちょっと山の方だけどね、それとの戦いもやっぱ大変ですか。はプラスというか、そこに原発だっぺ。ねえ、だから去年の苦労っていうのはみんなすごかったわね。まあ今年楽になったっていう意味じゃないけど、